ということで、今回は皆さん、GTA 人狼ということで、お呼びさせていただきました、GTA 人狼をやったことある方もおられると思いますが、改めてルール説明の方をさせていただきます。お願いします。ちょっとじっとしてもらっていいですか、丸滝さん。すいませんね。この人狼ゲーム、はい、今カヨペリコというところに来てますで、この屋敷から柵で囲まれてますので、そのエリアから出ないようにお願いします。はい。で、この中に2人人狼がいます。はい、で、人狼は、GM であるキング、紫色の髪の毛の子がいるんですけども、その子がメールが来ます。あなたは人狼ですと来ます。そして、ポケットの中に銃を1丁と無線が1つあります。それを使うことができます。ほうほうほう。はいはいはい。で、この中に一人だけ騎士というものがいます。騎士、はい、騎士に関しましてはフラッシュライトといって、近接であれば一発で殺せる武器を持っています。何ですが、それをずっと持って歩いていると、言ったら人狼から狙われやすい。なるほどね。はい。隠すなきゃいけないんですか。あ、奪えません。奪わないでください。奪えますが奪わないでくださいね。なるほど。ダメなのね。そして皆さんのタスクというものがあります。村人陣営、まあ、人狼以外の陣営に関しましてなんですけれども、キング君がかくれんぼをしています、このなんか敷地内で。ほう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 。で、最初の初めて見つけた一人目、それは人狼サイドでもいい。うん。はい、サイドでもいい。人狼サイドやばいよ。なるほどね。一人を見つけて、そしたら15リボルバーがもらえる。おお、はいはい、なんで、はいはい、で、この人狼に関しては PP が起きません。人狼 2VS 村人1になっても、村人1が人狼2人をリボルバーで射殺さえすれば、もしくは拳で殺せば問題ありません。なるほど、了解。はいはいはい、了解です、了解です。すいません、じっとできない病気の人庄司さんに殴られたんだけど。いや、分かってますよ、見えてますよ、見えてますよ。すいません、殴りの練習しようとして、すいません。はいはいはい、もう殴るのはね、またいつかやってもらったらいいと思うんですけれども、はい、でですね、で、あとこのゲームの最中なんですけれども、はい、夜が探索、言ったらそのキングを探すというパターンですね、うん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 、で、昼間は、15分間の、お話タイムがあります。ほう、はい、はい、10分間見つけるタイミングがあります。で、強制的にここに戻されます、ワープ。はい、うん、なるほど、はい、なるほどね。で、あと一つ、携帯で電話をしたりメッセージを送ったりするのは問題ありません。ボクシングさん、落ち着いてください、落ち着いてください。すいません、いじってるって言うから落ち着いてください。この喧嘩するのやばい、始まった、始まる、やばい、始まるから。僕が悪かったです、すいません。静かにしなさいよ、本当に。やばい、もう簡単に説明しますね、ボシクスケースさん。死んだら死んだチャット言ってください。ディスコード移動して喋ってもらって構いません。はい、はい、人狼2、狂人1で、占い師、まあ、ETC って感じです。もういます、いろいろで。まあ、当たったらもうパッションでやってください。はい、了解、はい、ありました。で、ボクシングさん、キングっていう、皆さん、一回ちょっとだけ前だけ向いてもらっていいですか。キングどこ、はい、どこどこ、ね、どこにいんの。うわっ、キングさん、それ僕欲しい欲しい。ちっちゃすぎ。これ探してもらったらリボルバーを手に入れることができるんで。ちっちゃ。始めよう。ということで、ではそれでは、じゃあ自己紹介、ごめんなさい、やりたいと思います。じゃあ、そうだね、一番頑張りたい山系さんから自己紹介お願いします。はい、山系です、よろしくお願いします。お願いします。じゃあもうテンポよく行こうかね、テンポよく行きましょう。はい、2番リンゴ星人です、よろしくお願いします。リンゴ星人さん、お願いします。パパリンコ選手です、よろしくお願いします。ちょっと、2番さん、3番さんが1番さんへの侮辱にしか聞こえないので、やめた方がいいと思います。よろしくお願いします。お願いします。はい、
早く止めてよろしくお願いします。あーコミショコミショコミショ出しちゃったコミショコミショ出しちゃった。これ5番ですか。はい5番です。あ5番リンゴ選手またやるまたやるまたやんのか続けないな。6番リンゴ選手です。お願いします。声汚いな。汚い声で個性出してきたね。7番リンゴ成人です。お願いします。ごついのよ。8番リンゴ星人です。よろしくお願いします。まずいの1番だね。9番リンゴ星人をバカにしないでください。お願いします。アレンジね。いいよナイスアレンジ。あれすいません、あの子使えない。ちょネタ仕込んでるんで。言うんだ。10番リンゴ星人です。よろしくお願いします。こんなに尺くん時間かけてるんだよ。リンゴ星人やろがい。ぶっ壊してきやがったぞ。ブレイカーやからクラッシャーも。まあ、あの、ちょっとずつ最後にあの誰か分かってないんでリスナーも。あの、あそうだね。はい、はい、はい。よろしくお願いします。次の方。え、なんで？はい。この丸坊主お姉が案内です。はい、よろしくお願いします。お願いします。お願いします。はい、ボクシングです。お願いします。ありがとうございます。一応ガンロスです。よろしくお願いします。はい。お願いします。お願いします。12番リンゴ星人。今やるの？今やるんだ。今なんだ。今なんだ。今か。はい、クララさんお願いします。はい、クララさんお願いします。はい、どうもこんクララです。よろしくお願いします。はい、キリストみたいな。はい、卵んでーす。お願いします。はい、お願いします。バタです。よろしくお願いします。お願いします。はい、バタさん、はい、よろしくお願いします。ザリガニ死ぬとめっちゃ臭い。メテオです。お願いします。お願いします。はい、じゃあ次の方。お願いします。丸竹です。お願いします。はい。はい、来たよ。来たよ。あ、すいません、ちょっと今ネタ仕込んでるんで。まだ来たよ。なんて言われる。同じじゃん。庄司です。よろしくお願いします。同じじゃん。同じよ。はい、ということで、じゃあそれでは。人狼ゲームスタートです。スタートはーい、よろしくお願いします。うわ、怖っ。早い、止めればいいんですよね。あれでもメールが来るんじゃないの。あ、メールが来た。あ、なんかみんな携帯開いてんな。怪しいな。携帯開いてます、これ確認でね。来てないわ、俺。ちょっとアナゾン連絡先交換しよう。新人を送って誰だ。アナゾン連絡先交換しよう。はい、いいよ。待ってね。よし。ハントマン探さなきゃね。もしもーし。はい、アネです。今日のパンツ何色？おしゃれだぜ。ちょっとショーンさん今一人であっち行ってたら怪しいな。うん？何が？バラで動いた方がいい。あ、連絡先交換、連絡先交換しよう。確かに。シューズ、俺のも強くね。誰もしてないよ。これでもみんなで探さなきゃいけないんでしょ。探そう、うん、てか、あの銃を探さないと。うん。なちっちかったら見つかんねえぞマジで。この間にもだからやられてるかもしれないね。そうなのよ、マルタケさんマジで。黒マってどこにいるのマジで。っていうか私のセクシーボディ狙ってこないなんて本当ありえない。私のセクシーボディマジ。どういうこと。全然見つかんないんだけど。庄司さん、ん？ちょっと案内さん、ちょっといいっすか。え、どうすか。え、人狼じゃないっすか。あの、ちょっと待って、お前ら肩持ってんの。お前殺せるんだろ、人狼じゃな。どういうこと。なんか霧。なんか暗く
子一番おもろい子の中で。たまさんいいっすね、フォートナイトのスキンそっくりで。でしょ、あるんだよ。あれどうやって銃持つのとか聞いてきたんですけど。え？幅開いてもらって銃を、はい、で、あの2回クリック。これ人狼はピストルで。話せか、話せか、話せか。え、なんか痛いな、そこにいた。助けてー、助けてー。逃げよ、逃げよ、逃げよ、逃げよ。殺しちゃうのやばない。弾あるでしょ。ないんだ。弾ある。弾ないね。え、僕あるよ、ね。右上にあるよ。書いてない。右上。OKOKOK。ごめん。あ、痛い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 。普通に死ぬ。え？でも俺、助けるわ。死んだの？死んだわ。いや、死んじゃった。ちょっと待って。やっちゃってる。どう？これか。で、真ん中に持ってって、俺はちょっと、そう、俺は白いよって言いに行こう。あいつは、え、なんであんなにうまくいくもんなんだ、あれって。え、ここに持ってけば。何人死んでる、何人死んでる。呼び、これ死んでました。大量よ、大量。大量、はい、死んでました。え、誰がやってた。死んでました。え、銃声だけ聞こえて見てないよ。でも、アリバイがあるから。死んでました、これ。これ、4人。あんなぞ二択したもう。これはちょっと霊界チャット行ってきまーす。あれあれあれ殺した。違う、僕ね、案内さんに殺された。どういうこと。なんかね、間違えてね、キーミスって僕のことワンパンってなくった。パワープレイにもほどあるよ。4人死ぬに聞いてるから初めて見るからね。あれ普通誘い込んで殺すんすよ。音鳴っちゃうとみんな寄っちゃうから。あ、確かにね。いや、だってアマゾン、アマゾンがだって銃取り出したからね。こいつマジで、こいつマジで意味わかんない。もう、あ、そうですね。あ、来た。詐欺だった。ちょっと聞こう。前くれたもの言うこと聞いちゃダメです、みんな。ちょっと待ってください。意義あり。頭おかしいだけです、ただ。あなた声を大きくしなさい。死んだ、出血死した。出血死した。スナイパーがいる。どういうこと。出血死した。どういうことだ。スナイパーがいる。マジで1,2,3,4,5 5人とかって5人いるんだ。案内さんから順番に昨晩のアリバイを聞いていきますか。これは、俺はこっちの方に行って上の方を探索したんですよね。うどんで、当時あれ、途中までメテオいたんですよ。いた。いたっすよね。ここから人狼すんの。あの時計回りで喋っていきます。はい、で、いたんですけど、どっかはぐれて、そしたらこのありさまですよ。正直俺は一緒に行動してたんで、はい、で正直その最後に行動してた、最後に撃たれて死んで、見てないんですよ、あのどっから撃たれたとかは。はい、あ、はい、これ逆に僕が死んだことによりなんか、これはずっと正直いいのかな、白く見えちゃってる。僕はアリバイは成立してると思う。はい、はい、タマゴンです。僕はですね、昨晩、メテオと暑い夜をプールサイドで過ごしてたところ、銃声が鳴り響き、現場へ直行しました、うん、なので、僕目線、メテオは白いです。色です。確かに。出た爆弾。ちょっと待って、メテオは、あ、いえいえ、事件爆弾です、こいつが。以上。あ、以上。俺は、あのバカオチとあの地下にいたんだよ。そうですね。で、
なんかわちゃわちゃしてたら銃声が聞こえてで、地下から上がってそこにいたら、丸竹がこうホップ前進してその先に、クララとガンロスとあとちょっともう少し先に山系がいてで山系の多分ね順番に死んでったのかな。そのクララ、ガンロス、山系の順番で最後の山系のとこになんとメテオさんがいたんですよ。その先が出た。終わった。終わった。わかりました。じゃあ私メテオですね。もうこんだけ死んでるんで発動します。俺の能力。何？はい。俺の能力は占い師。おお。対立を浴びてる案内さん、あんたが一番怪しいぜ。おお。占ってみろじゃあ占い師。案内を占うぜ。いけ。これで決まるのか。いやみんなこれでいいかな。あんなやつ一番怪しいよね。血浴びてるし。行きましょう。帰ってきたら確かに怪しい。行っちゃおう。占いは。いや全然占ってください。来ました。占い結果。もう。占い。やかましい。やかましい。案内さんは人狼です。いやいやいや。はい、絶対これ違う。疑われたからあなたは黒出しをしました。いや、もう黒出しってかもう黒です。いや、黒出しなんですよ。占い対抗、占い対抗。でも、占い師が死んじゃってる可能性は可能性ある。あ、でも、その可能性しかない。占い師が生送ると、2人が…え、これ人狼2人いるんでしたっけ。人狼2人。2人生きてるってことだね、多分。騎士が人狼を倒した可能性もあるの。だから1人、はい、あー、なるほど。負けてる可能性もある。はいはいはい、騎士普通に射殺されたよ、庄司さんって。あんなに庄司さん、クララさんだからね。あ、そうなんだ。一番最初に殺した。だってまたおかしいよな、これ言ってるの。いや、まあ、だから分かった。じゃあ、案内さん理論で、案内さん目線、占いを黒出しされてるから、メテオは怪しいわけでしょ。案内さんとメテオをローラーしよう、これも。それでいいじゃん。おお、終わりだぜ、それ。あー、ローラーする？うん、ローラーしよう。占い師消すんだぜ、この時。それ1、1位釣れるから俺は別に飲めるよ。じゃあ、案内さんから釣りますね。まあ、終わった。終わったよな。ルール違反すぎる。ルール違反すぎる。いや、でもこれはこれでめっちゃおもろい。ルール違反。あー、おもろー。戻りましょうか。戻ろう。ゲーム内 VC で。はい。これ申し訳ないですけど、これバトルロワイルじゃないんですよ。もう終わりました、終わりました。あー、そうか。いや、僕、いや、俺の銃。ちょっと、クララさん何持ってんの、それ。ちょっと、説明して何が起きた。じゃあ僕から説明しますね。じゃあ、説明してください。僕、ボクシング、ガンロス、あとクララ君か、で、あと案内さんで固まってて、で、ガンロスが突然案内さんに銃持ってるみたいな感じになって、おやおやって思って近寄ってったら、案内さんが銃の出し方が分かんないみたいな感じになって、もうそこでもう黒っぽくなっちゃって、で、案内さんが取り出した瞬間に僕も撃つしかないなって思って、そこにいた連中全員で2人で殺しまって、そう、大量虐殺して、で、裏路地に隠れてどうするどうするって言った時に、案内さんがリロードしようとして R の筋肉っていうか、それを押した瞬間に僕のとこ殴って無心だ。